a s ーザ r ズ2。さて、さっきのステップに終わってたところには、えーと、2つのエネルギーレベルじゃなくて3つのエネルギーレベルにはどうやって、えー、と使うことは必要だと言ってたんですが、それをどうやってするのかをちょっと見てみましょう。これが反転ブープを作るためなんです。で、えー、とこの場合だったら、さっきのステップには E sub g と E sub e を言ってたんですが、それが ground to excited state に この場合には3つのレベルを使います。E1、E2、e e、E3。E3 は一番エネルギーは高い状態です。そうすると、この E3 がこの場合には unstable、不安定な状態です。で、この E1 から E3 に上がってくることが、このトランジションが、これがポンプと言います。このポンプトランジションなんです。 そうすると、この E2 から E1 に戻る場合には、これがレーザーの反転。で、どうやって使うのか。そうすると、この青い矢印が入ってくるのは、これがポンプの光で、これは、これの光のエネルギーレベルが E1 と E3 には、 ねに,には、えー、と設定しているんです,、えー、ですが、えーと、そうすると、原子が,がこの規定状態、まあ、この一番低い状態から、かからこの一番高い状態には上がる。ですが、これが不安定な状態な,なので、えーとえーとえーと、いつかは変わるんですが、この場合に,に,にすると、このレーザーの,のトランジションには影響し,しません。 でこれが不安定な,なのでと、途中で,で、まあ、自然的には E3 から E2、e、に,には落ちることなんですが、これが、まあ、例えば、これが、えっと、レーザーの物質の,の,の結構、っと水晶のに,にはあのそれがエネルギーはそっちには転送して、それが、まあ、熱に最終的には熱になる,なるんですが、っとそれが原子の,の振動とかに,には影響,し影響します。 で、それが、ちょっとしかののエネルギー、エネルギーは、そっちに,には、えっ、ー、と、転送して、E3 から E2 に,には、ディケイはに,はには、には、なるんですが、と減衰になるんですが、そうすると、と、この E2 から E3 の、の、の、トランジッションの準備ができました。で、えっ、ー、と、そうすると、この状態を使って、 誘導放出に、放出にをしたい。で、えっと、もう一つの光入れて、その光は、えっと、今回には、えっと、先のステップの例と一緒なんで、それが、E2 と E1 の,、e、の差に合わせて、一つの格子がインプットにして、二つの格子がアウトプットになること。これは、えっと、その倍率になる、なのはそれ、それが、が そのアンプリフィケーション、その増,増幅になります。で、普通の、えー、とオペレーションにすると、と同時に,にはこの,あのポンプの光と、えっ、ー、と、そのインプットのレーザーの光は一緒に入れて、そのポンプの光は E1 から E3 に,には上がって、自然的に,には E2 に落ちて、 そうすると、と、その、レーザーの光と入ってきて、一つのインプットの腰になって、二つのアウプットの腰になります。そうすると、これが、えっと、アンプリフィケーションになるでしょう。で、えっと、これが連続に続いて、ポンプの状態を使って、そのポンプの状態は、えと、それが効率は高い場合にするなら、そのレートは十分高ければ、 多くの原子が E3 の状態に,に,にありますから、これが連続にそれがステーブルには、えっと、その状態は,は続けることになります。これは population inversion といいますね。これが反転分布に,に,になって、えっと この場合には、まあ、E3 の状態にはあまり気にしなくて、気にしなくていいんですが、N1、えっと N2 はそれが、グラウンドステートの原子の,の数と、と First excited state の原子の,の数と、これが N1 と N2 と,と言います。これが、例えば、ちょっと見てみましょう。これが、まあ、あのレーザーの内部、レーザーの中には、えっと いろんなもの、いろんな材料で作れるんですけれども、それが液体で,でも、えっと、液体で,でも、あの、いろいろできるんですが、これが倍質ですね。<laughs> これが、えっと、その原因のミディアムなんですがこれ、これを使って、えっと、光の,の強さを、あの、増幅にしたい。で、 もちろん最初にはえっ、ー、と多くの原子が、がその規定状態なん,なんですかえっ、ー、と、出てくる光が、がその、その、あと放射あは、それが,が、スポンティニアスイミッションな,なんですか。そのスポンティニアスイミッションが、これが自然、自然な放出な,なんで、まあ、なんでものものは、えっ、ー、と、 絶対0度以上になっていると、まあ自然的に光は出てきますね。で、我々したいことが、その、えっ、ー、と、ミディアムを、えっ、ー、と、その、ポンプの状態に,に合わせたい。その、冷気状態にした。そうすると、その、光入れて、それがポンプ入れて、まあ、もちろん、それが、えっ、ー、と、 ある原子が,が、その、その、霊気状態になって、えっと自然的には、いつかには、あの、それが、がえっと、先の、えっと、規て状態に戻って、それが、えっと、光子が出てくる場合が多いんですが、まあ、今までは、あまり、普通の光と変わらないでしょう。そうすると、もっと強い光は入れ,な入れなきゃいけないんですね。 そうすると,、まあえっと、右側と左側に,にはと鏡を,を,をつけて、そうすると、このああと材料の中に,にはと、光を反射します。反射にすると、とそれが通っていると光は,は繰り返して繰り返してバ and forth、バックンフォーク、バックンフォークにするんですが、上から入れているポンプの光と、そのああと 反射しているレーザーの光を合わせて、さっきの3つのレベルのダイアグラムのそのポンプの光とレーザーの光があって、だんだん核原子がが、えっと、放出する光が、えっと、位相と、えっと波長は、周波数があって、だんだんこれがコヒレントの状態になります。 これは、えっと、カスケー、カスケード効果と言います。このカスケードエフェクトが、これが、まあ、カスケードというのは、それが、が、滝という意味で,ですね。ちょっと、あの、水はいっぱい落ちてきていると,と同じ状態で、光がいっぱいで落ちてきている状態です。まあ、こうするだと、もちろんそれが、が、光は、このものの中にはだんだん強くなりますよね。それが使えるんでしょうかね。まあ、なあ、その、光を、 外に出したいんだよね。それが,が、まあ、皆さんの見たことあるレーザーが、が光は出てくるでしょ。どうやって光を出すのかっていうのは、まあ、角と反転,のと,反転の,のところには、えっと、完璧な,な鏡,鏡じゃなくて、例えば99、99%の反射する鏡には変更して、まあ、出てくる 1%, 1の光でさえ、それももう結構強い光にはなりますよね。それが99%は中にはに残りますが、それが増幅になって、それがだんだん光が強くなって1、1%だけが出てくると、それが十分強くて、十分コヘレントな光になります。で、これを うまくいく場合には、その、パンプのレートが、あるスレッショルドの上にしな,ければしなければなりません。その、しなければならないレベルが、それがスレッショルドと言いますかそれが、えっ、ー、と、レイジングスレッショルドと言います。で、えっ、ー、と、これが、ちょっと、あの、今まではあんまり数式は使ってないんですが、えっ、ー、と、ちょっとだけ我慢していただいて、それが、ちょっと、えっ、ー、と、数学的に見てみましょう。 小文字の n が、ががえっと、まあ、n かっこ t にはそれが、がえっと、フォトンのの数、それそれが、格子の数なんですが、大文字の n は、はそれそれが,が、えっと、礼器状態のの,の原子ににしましょう。この n ドットは、その、その、えっと点ががついているえっと円が、がこれが、がえっと、格子のの微分になりますが、それが、ゲインヒクロースです、そのゲインは、 何倍になっている、そのロスが何倍は減っているのかということです。そうすると、あの、このゲインの場合には、それが、えっと、コシと、えっと、励キ状態になっている原子両方は必要ですね。それが、ゲインがこの G です、その大文字の G ですが、それが g かける n る n 小文字の n だと大文字の n で。これが、基本的にこれが、そのゲインは、えっと、0以上の場合なんですが、1以上だったら、えっと、強くなる。0と1の間だったら弱くなるということです。さて、その、えっと、数式をもう一回書き直すと、とその先の、あの、えっとゲインのところには、G、gnn と記入して、 Loss をちょっと見てみましょう。これは、えっ、ー、と、その、鏡と鏡の間から逃げてしまう格子。それがうまく使ってない格子です。これは、まあ、K× 小文字の N ですが、その、K はそれが Loss Efficient, Coefficient。それも、あの、K、えっ、ー、と、は0以上なんです。 書き直すと、この n. この、この、この、えっと、微分が、n 微分がイコール、g 小文字 n, n、大文字の n 引く k 小文字 n です。これは、もちろん、その、その、あの、誘導、誘導放出になると、その、大文字の n が、が、が減りますが、えっと、そうすると、と、と、 ポンプの,の光を入れなきゃいけないですね。そうすると、まあ、レーザーにはなっ,たなってない場合には、それが、まあ、入れている光と出てきている、えっと、吸、え、収、っと、と,と放出している数は一緒に,になりますから、その、あの、 大文字の n が,が変わらないことにはなるんですが、まあ、これが基本的にいつでもの,の、えっと、物理方法はと,としてそれが変わらない状態だったら、n、えっと、トイコールゼロでに,に,になりますが、これが大文字の n サブゼロに,になります。でこれが、えっと、落ち着いている状態に続きます。そうすると、n の n 括弧 t は n、えっと、ロ アル,ファアルファ小文字の n ですが、そのアルファが、がえー、っとその stimulated emission、それが誘導放出になるレートです。そうすると、まあ、これが非線形なんですけれども、こういう数式を使って、これが、まあ、その n の2乗は見えるんですが、まあ、2乗にすると、これがパラボラの状態になるんでしょう。 ちょっと例を見てみましょう。これが、この図にすると、立てる軸は、その n ドットなんで、それが、えっ、ー、と、微分な,なんですが、えっ、ー、といや、横の軸が円で、それが、えっ、ー、と、えーえー、あの、excited にな,なっている数なんですが、基本的に何でもの数から、それが、 今の状態はこの、この右側にあるなら、えっと、左に行ってその、そのうちにはゼロに届きますよね。ゼロに届いたら、それが,が、えっと、N sub zero に続く状態なんで、ポンプの光を入れて、冷気状態になって、それ落ちてくる確率は,は,は高いので、基本的にあの状態が変わらないですね。そうすると、もっと強い えっと、光入れると、と、この n0 が、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 えっと、強い、は、多くなると、と、これが、さっきの、の、えっと、カーブが、が、こういうふうになりますよね。これが、まあ、2の n ねになっているので、こういう、えっと、カーブになっているんですよね。で、そういうカーブになっていると、と、えっと、2つの箇所には、あの、 n. が0になることですが、それが一つは、まあ、つまんない状態なんですが、えっ、ー、と、n が、ゼ,ゼロが、がこういう g 分の k の場合になっていると、と、これがステーブルの状態な,な,な,なんですけれども、こういう場合になっていると、と、まあ、入っている、えっ、ー、と、出ているか、えー、と光と入っている光は変わらないんですけれども、 真ん中にあるところに入すると、と、と、これが、が、出てくる光が強くになります。そうすると、と、増幅の状態になります。で、これが、あの、そういう、あと、のんね、えっと、ナンリニアの状態なんですが、これが非線形なんですけれども、基本的に、に、えっ、ー、と、ポンプの光が、が、が、まあ、先の、いくつかのパラメーターによるんですけれども、 それが、ポンプの光が弱い場合には、には、えっ、ー、と、あまり面白い光の状態にはならないんですけれども、あるスレッショホールドより強くな,なると、突然にはそのアンプリフィケーションの状態になります。それが、レイジングスレッショホールドと言います。で、基本的にそれが、左側には、まあ、 電球とはあまり変わらなくて、右側にするとレーザーの状態になります。これが突然に行うことなので、実験にするとびっくりするほどでしたと思いますね。これが、まあ、レーザーが1958年には最初の発明だ,だったので、その時にはそれが初めて見たんですよね。多分、あの喜んでたと思いますけれども。